そう、私が不特定多数のうちの1名なんだ。そう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 。本命の彼氏、本命の彼女、私どっちだろう、俺どっちやろうって思ってる方も多いかと思いますが、そういうことを考えている時点でいい恋をしているってちょっと思わないんですよね。皆さん、恋愛大学で幸せのヒントを見つけてください。一緒にお勉強いたしましょう。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日のテーマは、恋人から本命だと思われてますかっていうところでお勉強していきたいと思います。そして本日のゲスト、まいちゃん、アパレル店員さん、24歳の方に来ていただきました。まいちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、今日は、はい、恋愛大学の助手、いつもの人気急上昇中のセブンです。恋愛大学女子のセブンです。今回は24歳でアパレル店員をされているまいちゃんがゲストとしてお越しくださいました。そこでご相談内容ですが、女遊びが大好きな人を好きになってしまいました。本命になるにはどうしたらいいでしょうかとのことです。セミ子先生、ぜひアドバイスをお願いいたします。はい、まいちゃんが好きな人が女遊びがすごく好き。そうなんですよ。好きのレベルっていうのが、女遊び好きっていうのは、はいはい、そのどの程度のレベルかちょっと教えていただけたら。好きのレベルっていうのは、うん、もう結構言葉を選ばずに言うと、うん、もう不特定多数の人と本当に夜遊びみたいな。それ肉体関係があるってこと？あ、そうですそうですそうです。それをまいちゃんが肉体関係があるってことを向こうが言うの？それまいちゃんが探って、なんか SNS 探偵とかね、みんなしてこう、なんかいろいろあるけど、うん、何でわかるの？その女遊び。あ、それは SNS です。うん、あ、言ってた、SNS 探偵や。え、それで見つけたらまいちゃんどうするの？その人に言うの？それ。あ、言うっていうか、もうなんかオープンみたいな、そういうの。なんかもともとたまたまそれを知った中で、ちょっと仲良くなって、たんですよね。あ、ちょっとまいちゃんも遊んでたんだ。あ、そうです、ね、で向こうもそれで知り合って、お互いだから、この間の女なとか、こう、そういう感じでは言ってこないけど、うん、なんかもう上がってるから分かっちゃうみたいな。上がってるとは、あの SNS に、そう、そういうことか。上がってるから分かっちゃって、うん、でなんかあの、まあ、いい感じになってても、いやでもなんかこれいっぱいいるよなみたいな、あでとかそういうので、だから、うんうん、なんかこのままでも、なんか久しぶりに好きな人できたから、うんうん、頑張りたいなって思う気持ちと、いやでも、うん、ちょっと相手が、そう、相手が相手だなみたいな、ちょっとやりちんやねんね。簡単に言えば。ああ、はい、で向こうでそういうこと、私と嫌で本気で考えてるってことは伝えてないの、まいちゃんは。あ、伝えてないです、まだ。そうですね。え、向こう気づいてないの？そういう、あの、舞ちゃんがこう、本気でちょっとなんか、まあ、過去は過去ってことで、はい、そういうことがあってもいいと思うんですよ。うん、で、そこからまた軌道修正して二人がくっつくってこともありやと思うんだけど、そこはまだ舞ちゃん言わずに、その、彼が遊んでるのをちょっと上がってくるのを確認して、また遊んでんなっていうだけで。あ、なんかそこまで進展しきってなくて、何回か会ってるぐらいのレベルで、でまた遊びに行く機会があるから、うんうん、ちょっとその時言ってみようかなみたいな。え、なんていうの、ライちゃん教えて。私そういうのすごい好きな、なんていうの。なんかあの、考えてたと思うよ。急に照れないで、照れたら私も照れるやんか。え、なんか普通に、うん、あの、まあ、どう思ってるのか聞くみたいな。あ、私のことどう思ってるとかじゃ。どう思ってますかっていうのをちゃんと聞こうかなみたいな。うんうんうん、いくつ上？まいちゃんが24歳やけど、いくつぐらい？あ、3つぐらい上、うん。そんなに変わんない、ちょうどいいぐらいよね。どう思ってるかって聞いて、どう思ってると思う？多分。そのやりちん。多分、なんか、うん、なんだろう、なんとも、なんとも思ってないよりはちょっと上ぐらい。ああ、普通ってことだよ。普通、あの、普通好きぐらいね。あ、そうそうそう、普通に、まあ普通に好きかなぐらいだと思うんですよね。ああ、普通に。そんなにもっと歴の長い人たちがたくさんいるから。歴の、あ、そう、私は不特定多数のうちの1名なんだ。そう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 。あ、でも本気度、あの、好きになった本気度っていうのは、
私のですか、うん、そう本気度っていうのは私のは、まあ、100点満点で、ね、今100点満点なんで、うんうんうん、100点満点中だったらでも80点ぐらい。あ結構ねセブン、うん、本当ですね。どこが良かったの？結構月並みな言葉ですけど、うん、教えてください。聞きたいです。優しい、うん、優しい。月並みやったね今。もうなんかすごいちゃんと優しくって欲しい時に欲しい言葉を言ってくれるみたいな、うわそういう、いやなんかもうあからさまな嫌味のない優しさみたいなのと、あと、うん、なんだろう、仕事もすごい一生懸命やってるから、あそれがちょっとかっこいいなみたいな。あ仕事できひんかったらダメやけど。そう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 。ということで欲しい言葉って例えばどういう言葉でキュッと胸キュンしたの？あるよね、ときめく言葉で。例えばあのちょっと SM のっぽい人だったらあバカ野郎言われたらキュンってする人もいるしさ。例えば何でキュンとした？教えて、まいちゃん聞きたいな。ごめんね。なんか結構やっぱ仕事に忙殺されがちなんですよね。あ忙しいんだまいちゃんがね。ですね、うん、で結構私もすごい仕事大好きでやってるんで、まあ、そういったところでなんかなんかすごい疲れてる時とかに、うんうんうん、なんか疲れてたのみたいなとか、なんか今日疲れてるかなって思ったんだよねみたいなで寂しいかなって思ったんだよねみたいな、そういうのをすごく絶妙なタイミングで言ってくる。あからさまに最初会った時とかじゃなくて、もうめっちゃ自然な時、当たり前のことを絶妙なタイミングで言ってるんだよね、簡単には。そう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 。はぁ、タイミングね。で、見た目が好み？もしかしたら。あ、別に全然見た目は普通です。うん、そう、見た目は普通で、うん、別にそのタイプじゃないけれど。別にタイプではないです。はぁ、そっか。結構好きだと思うの、その人のこと。意外にね、そう、うん、話聞いてて、ちょっとこう、なんか、アパレルでね、ちょっとこう、髪の毛もこんな感じだから、そういう、こう、真剣に思ってないんじゃないかなと思ってる方もいると思うけど、結構マジですよね。いや結構本当に、うん、だからね、今度会う時にきっちり作戦立てないとダメよ、うん、はい。もうそのね、こういう風に聞いてみようかなって思うっていうことのテーマの、その、ま、将棋とかオセロとか。あ、ね、細かい戦略みたいな。あ、そうそう。ここにちょっとこう、まあ、オセロの方が分かりますよね。ここにちょっと打ったらね、ここが取られちゃうから、こう、とかいうのを考えとかないと、まずだから自分のことをどう思ってるかって聞くのはすごく大事。大事ね、はい。で、その、この動画の前のレクチャーでも、そのお店選びも大事よね。ああ、はい。うん、あんまりその静かすぎる店でね。はい。店員さんがみんな話聞いて聞けないよね。ね。お店選びももちろん大事だし、はいはいはい。で、まずその、なんていうのかな、自分の気持ちはね、伝えた方がいい。ああ、はい。うん。伝えた方がいい。だから、例えば伝え方があるんや、あるでね、うんうん。これ付き合ってください。って言ったら、うん、ごめんなさいとかだったらそこ関係終わるやん、うん、はい、そうですね、うん、だから関係が終わらない告白の仕方、え、めっちゃ好きになるいや、自分が好きだって気持ちだけ伝えたいっていうの。あー、うん、そしたらそれに好きだって気持ちを、うん、俺のこと好きなんだよとか言えないやん、うんうん、え、そうなんだって終わるでしょ。確かに。そしたら後から気になって、あ、俺のこと、私のこと好きだったとか言ってちょっと気になるの、うんうんうん、なんか、ね、なかった？セブンも中学校とか小学校の時に、はい、なんか隣のクラスの田中がよってセブンのこと好き聞いてたよとか聞いたら、なんか自分が全然ね、その人のことを、はい、って田中くんって誰？と思って見に行ったりして、って例えばね、でなんか意識するの。だそういう形で好きで付き合ってくださいって言ったらイエスかノーかっていうこと言わんとダメだから、はいはいはい、で向こうがそういうふうに言ってみて告白してみて、そこで好きだったら向こうちゃんと言ってくれるよ。うん、で俺はそういうふうに今は考えられないなって言っても、うん、いい、それだけ伝えたかったんだって言ったら次からね、うん、意識はする、うん、だからその日告白みたいな形した日は、もう LINE 送らない方がいいよ。ああなるほど、そこまで考えておかないとダメ、はいはい、分かる？セブン、その日にね、今日はなんか告白できてよかったとか言ったら、言いなりになる女、何でも言うこと聞く女って面白くないの。だからそれ言ったけど急に、あ、俺があんな態度したから、なんか LINE くれないのかなとか、うん、ちょっと苦しんだ方がいいの。うん。で、なんでくれなかったんだって、もし、はいはい。二日後でもね、LINE 来たら、恥ずかしかったのって。かわいい。かわいくない？かわいい。そうよ
でいい、いいの、いいの。だからそういうちょっとね、あの皆さん恋愛で告白したり、恋愛うまくいこうと思ったら、端的に考えない。いろんな側面から、こうなったらああなるってパターンをね、私のような専門家のところに相談しに来てもいいですし、だから、あの、パターンあれして、まゆちゃんお店選び、ね、お店も誘導したら多分その、あの、人来るわ、きっとね、そこで。いや、いいよ、言って、来るでしょ。でお店を選んでタイミングの一番の時に、結構私、まあ、あの本気で、好きだってことを今日は伝えたかったって、それだけ乾杯とかね、どう？めっちゃシンプルでいいですね、なんかグダグダ喋んない感じが、そう、なんかそれだけで別に相手に答えを求めてないっていうのはいいと思うよ、そういう風にしたらいかがかしらって思うんですけどね。なるほど、勉強になります。よかったです。ということで、今日のレクチャーはセミナーね、終了いたしましょうか。はい。本当こう本命になるためにどうしたらいいのかっていうのをすごく分かりやすくご説明いただきありがとうございます。はい、ではセミコ先生、改めまして本日の大切なポイントをお教えください。はい。これね、本命かどうか迷ってるってとこ人いるんですよ。やっぱり結構ね、そういうふうに考えてる時って本命じゃありません。そういうことなんで厳しいピシッとあれだけど、自分が本命かどうかって迷ってるときは本命じゃないと思っていただいたらいいと思います。寂しいですけど。